す山伏なり。こたび三輪山伏となりて大峰葛城山へと参詣いたし、ついでに坂東は日光山のふもと那須尾ヶ原をも一見せばやと存じそうろう。ではここに気もついて一見せばやと存じそうろう。はい。傾きて八つのこじりと相見えてそうらえばいかに合力よ、はいはい、あれなる芝の伊織へ至り一夜の宿を借りて参るべし。人に物を頼むときはなんか頼む態度があるんじゃないかよ法院さんよ。頼む態度、まずね法院さん、ええ、私らあの今年初めてのあの奉納神楽でね、うん、今日が最初で最後でしょう。そうなんですよ。まずはあの無事故の方々へ、まずは感謝の言葉を。ありがたいことですよね、ちょっと言っていただきたいなと。ここから言うんですね。そうですね。この度は我々横谷神楽団をお招きいただき、はいはい、誠に誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、そうよ、それがねえ、ないと始まらんでしょう。そう思います。
いや言うてくれんかったらね、誰も言わんかったかもしれない。ほんま気が利かん男でございますね。僕がですか、まあ、僕がね、髪下ろし終わってから早う始めようで言うのに、うん、頭の方へ白いターバンみたいなの巻いてからいつになったらできるんないって、ほんまに。それはごめん、それはごめん、今の時間は僕の着替えの時間でした、そうか、お前はね、出るときにドライアイス炊いてくれ。はい、それはね、それはね、何様買おうて、ほんま見てください、僕じゃないですよ、この人が言うたんですよ、今日はあのドライアイス30キロ買うてきておりますけど、ね、余計出しますよ、いつも出さんとこで出します、口輪の方は熱いでしょう、ビール冷やすのにもドライアイス使ってくださいね、使ってください、余計ありますけ、言うてくださいね、はいはい、ありますけな、はい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 、ほいでほいで、どうかした、何し出てきたんかいな、わしら、おほうよ、はい、宿借りにゃいけまあね、あは日が暮れてきたけ、はい、真っ暗で何にも見えん、ほんま何にも見えんね、これほんまにね、後ろの方折ってんかどうかも、ああちょっと見える、ちょっと見えるね、ちょっと見える、まあなんとまた日が出てきたね、出てきた、日が不思議な天気、不思議な天気ですよ、やれやれ、まあまあ余計折ってじゃけ、ほんまに後ろが見えんぐらい折って、いやほんま余計余計、口輪の方には余計人が折ってんですの、口輪の横谷の方にはちーっと近い人がおらん、そうですよ、寂しいもん、恥ずかしいような、恥ずかしいような、なんともないような、なんともないそうです、ちょっと飲みようが足りんの、飲みようが足りんの、いやいや、ほんま ね、はい、ね、余計飲んで出たんですよ、あ今年はいろんな方の神楽が中止になりましてね、そうです、恥ずかしいことに横谷の方も中止になりましてですね、ほんとこの口輪の大月のね、三隅山神社奉納神楽がなかったらですね、私たちはあの奉納神楽というのを忘れるところでございました、本当に、ああね、長いことしとらんかったですけど、嬉しゅうて、さっき髪下ろし舞いましたけどね、久々に神さんもね、お呼びしまして、あ1年ぶりですか、ね、びっくりしとっちゃった、強かった、本当にね、神さんも急いで着替えよっちゃったんですね、あいけいけ言うて、いけいけ言うてね、パンツ一丁で着てしまったんですよほいで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 、はい、何しに出てきたか言うたら、はい、あ真っ暗で日がね、はい、日が沈んで真っ暗になっとるけ、うんうん、まあ宿を借りにゃいけまーじゃない、ああ宿ですか、うん、ほいでね、はい、口輪の方で宿を探したんじゃが、はい、なんよ、なんでございます、なんよ、ホテルいうもんがなんよあらたまげたたまげたたまげた、おいで行け、おいで、とりあえず行け、君田、君田温泉泊まれないんだよ、あ、君田温泉があった、君田温泉チート遠いの、チート歩いていくには遠いけ、チートやれんけの、はいはい、宿を借りよう思うんじゃ、はい、おいで、あこ見てみんさい、あこ、はい、汽車投げなんかあろう、いや、なんも普通のマックあるんよ、あるんよ、ないと神楽にならんけね、おいさん、はいはい、今日は苦労しますよ、ちょっとね、終わる気がせん、焦りますよ、皆さん覚悟しといた方がいいですよ、今日この演目で日が変わるかもしれないなんか名護なるよ、いや名護なりますよ、あの名護やってもええ言うて言っちゃったけどね、ええんですか、皆さん覚悟はええんですか、いやいや、喉が渇いて、喉が渇いて、口が回らんのでございますよ、あそうですよ、喉が渇いとってたそうですよ、喉が渇いてやるでございますよ、本当にもうあ、ね、なんかガサガサに、ガサガサ言おうな、まあ、次行きましょうか、次行きますか、あらら、なんかねやれやれ、まあまあ、あれ、まあまあ、本院さんへですね、これ気を使っていただいて、ね、これこれは本院さんですね、喉が渇いてる、これは、ほんま、耐え難いことで一番絞り、ありがとうございます。いや、いいもんで。それじゃあ、ケーキつけるか。はい。恐縮ではございますが、高いところから召し上がらせていただきます。いただきます。はい。もう一回はい
い。いやー、呼ばれた呼ばれた。これで運補給もできたことだよ。景気がついたね。景気がついたけ、うん、進んでええかいな。まあ、宿を借りてこい言うんなら。そうですよ。やれやれ、まあまあ、法院さんにも来たね。待って待って、あ、法院さんのも来たね。いや、さっき羨めそうに見てたもん。見てない、法院さん見てない全く見てない。おじさんが来たね。もらったものはいただかにゃいけんの。いただきましょう。いただきましょう。大好物でございます。大好物でございます。初めて聞いたわ。はい、じゃあ行きましょう。はい、よろしくお願いします。何年もこのね、役をやらせてありがたい思いをさせていただいてきたんだけど、あんたも私ね、この役2回目でございましてね、なかなか答えておりますよ、うん、はい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 、おいで。ゆっくりゆっくりすなよ。工場が出てこん。おいでおいで、あ、おいでおいで、はい、宿を借りにはいけま思うんよ、はい、あれを見てんさい、はい、あこへ、あ、じゃなきゃ悩むとこあるじゃろ。あ、いや、ありますね。あるじゃろ。あった、よかった。あってくれてよかったよ。あ、この宿への、はい、今から、はい、ついて宿を借りて、参れよ。はい、ええ、ええか。助けてくれみたいな顔見たよ。若干涙目な気がする。いや、美味しかったよ。本にビールは美味しかったんじゃが。はい、わかりました、わかりました。わかりました。はい。じゃあ、されば、合力よ。はい。ちやの宿を借りて参れ。かしこまって、そうろ。はい。一夜の宿を御貸しなされ将来。一夜の宿はなかなかなりもさぞ候。かしこまって候。はい。なり申さず候言うて断られました。ああ、そしたらあんたはなんて言うたん。かしこまって候。なして、もう一度粘らにゃ。法院さんが教えてくれてないじゃないですか、これは最近の若者はね、これだけじゃダメなんですよ。ああ、ね、なんて言うかまで言わにゃ。ああ、言わきえな。ああ、いけんで。法院さん偉い片言ですね。いっそ出てこん、あの、さっきのビールが。あなたがちゃんとせりゃこの演目は成立しませんけどね。私に頼らないでくださいよ。私はこう見えてあなたの敵です。舞台の上で説教するのやめてもらって。出る前に座りんさいよ。あなたは私がこう立つけ。マジで座りんさい、はい、あなたがしっかりせりゃこの演目は成立しませんからね。はい、わかりました、わかりました。いかに法院あれなる芝の取り引き、宿を借りてまいり将来仕込まって候。はい。
内申す。なんじょ何事にてあぞろ。自らはあじゃりゆけと申す山伏にて候が、今宵一夜の宿を昔なされ候。ありゃ、いつもの人と違うね。そうかな。あんた誰？あ、私はあじゃりゆけと申す山伏にて候。はは。はい。で、何？一夜の宿を昔なされ候。それランドセル反対じゃない？ランドセル。ランドセル反対です。反対よ。ほんまよ。そうよ。やれやれ。おい、高さじゃん。ほんまよ。ああ。いやいやいや。いや、絡まんよな。これはね、あれよ。小柄ファッションいらんよ、もうこれ。取っとって。これ持って。恥ずかしいことを。やれよ。わかりますでしょ。どれだけせかされて出てきたか。王院早起き早起き言うてね、みんなで全員でこうやって出てきたら小柄なことですよ。おいでな。はいはい。一夜の宿を昔なされ候。我らさえ住まい金たる芝の塔に、いや、どうはなかなかなりもさぞそろ。かしこまってそろ。はい。帰ってきたんだな、座りなさい。帰ってきた、座りなさい。はい、のが言うちゃった、芝野とは。一夜の宿はなかなかなりもわさずそろー言うて言いさりました。ああ、おいであんたのが言うた。かしこまってそろー言うて。それじゃあ集まるなー。さっき人におったじゃない。そんな言うんならね、そんな言うんならね、はい、いかに合力よ。はあ、はあ、山伏が、はい、見ゆきくれて難儀いたしおるものなれば、どうでも哀れに見て一夜の宿を恩かしなされ候言うての。あんたは行ってまいれ。なんで本院さんそばになんかストーリーを前へ前へ進めようか。ゆっくりやってええ言うちゃったのに。こりゃあ本に本に終わらんやつじゃない。え、本に終わらんやつ。ほんまに今日はご縁目じゃけんね。いっそ行ってんないな。いっそ宿を借りに今日は行ってんないな。あらゆるがね、何回も何回も行きゃしわいとよ。いやだろうな。今わしが行ったんじゃけどね。あ、今休んどっちゃったよ。ほいじゃ行こうかい。行ってくださいや。頼んますよ。はいはい。ほいじゃあ、行こうか言ってくれんかいの。山伏が日に行きくれて難儀いたしよるものなれば、はいはい、どうでも哀れに見て一夜の宿を恩かしなされ候。はい、言うて言うてまいれ。かしこまって候。はい。日に行きくれて難儀いたすならば、どうでも哀れに見て一夜の宿を恩かしなされ候。山伏
がやどかるかねて角にあたつあれを見て笑えよいよもの人びと山ぶしが声張り上げて立つとてもわらうそなたは人がわらいますわらいますわらうかどにはうくきたるにらむそなたにゃあくまさえなうしばのとのうらのひさしは広いそうなあごかせたもれや一夜なさけに芝の殿裏の日差しは広くとも心知らねば宿はなりもさず声かれて もひとつ頼んで妙界の曽根に生えたる姫小松風にゃもまれてつらけれど蛍にゃ一夜の情けある川端に生えたる柳でさえも水にゃもまれてつらけれど小鳥にゃ一夜の情けある貸してたまえ宿が借りたくそらば海に登りて妻でを拾い谷に降りては宗家で水を汲み五つ七つのその窓に一度に鈴掛け干させたもなれば宿は安きことにて候かしこまって候はい
汗だくです。えらい長いことおっちゃったけ、カラオケしょっちゃったし。ああカラオケ、カラオケ祭りじゃけね、うん、カラオケもするかもしらん、うん、3曲ぐらい歌っちゃった。ああそう、長い長い。あんたも歌うたんじゃろ。あんたも歌ええ歌。ああそうですか。何しに行ったん。何しおいで。でも最後なんかあれですよ、難しいこと言っちゃったで。ああ難しいこと言った、はい、難しいこと、うん、ああなんかね、うん、そんなに宿が借りたくば曽根に登り鉄までお拾いか、うん、あれどうするでした。谷によりては早期で水を汲み、五つ七つのその窓に一度に鈴かけほかせたもうならば、うん、宿は屋敷ことにて候言うて言った。いっそ何を言うとるかわからんね。いっそわからん。谷言うのが出てこんから。谷が出てこん。谷が出てきたところで、はいはい、何をせ言うところ言うとるかわからん。なんかいなげなことでございますね。いなげなことがしますか。無理かもしれん。諦めますか。宿借りるの、はい、諦めようか。はい、どうする。まあここに来とっての方に頼みましょうや。余計おってじゃけえな、うん、誰ず一人ぐらい貸してごさる、うん、聞いてんさい。大月の方やら宮内の方やら誰かね、誰か貸してくれ。僕もあの前の仕事で口輪の方担当させてもらったって。そうだね。いろいろお世話になったでございますよ。お世話になったそうですよ。知り合いがおって、いや覚えてくれとってかの。覚えてないかもしれんね。どうはしますか。どうはしますか。まあ野宿しかあるまやります。野宿がね、やります。最近アウトドアブームでございますけどな。キャンプするんもええかもしれん。あっこキャンプファイヤーしよってじゃん。あほんまですね。じゃあ野宿しますか。ちょうどええけえな。はいはい。されば今宵は、はいはい、野宿をいたそうと思うな。しこまってそうろ。はい。ちょっと待ってちょっと待ってね、どうしたの。何だったかいな。やれやれば、まあ、やれやれば、まあ、いやちょっと聞いて聞いて、今のあのキャンプファイヤーのくだりがうまいこと言ったのを思って、はい、安心しとった。なんで酔ったかいの。カグラはね次やるんですよ。あなたがさっき次いかんかったですけどね。この人は止めてましたけどね、うん、次はね、お客さんが帰ってならいけんけ。パッパッパッと。ごめんなさいね、うん、多めに見てください。そのリズムが大事な。あそう、さっきリズム悪かったけどね、うん、今だんだん噛み下ろしてきたね。ようやくしゃあない。酒がね、まだしゃあない。まだ噛み下ろしの後だけど、まだしゃあない。まだしゃあない。まだいける。これが11時ならほんま、多分帰ってきた。はいはい、ほいで、ほいだけな。はい。お料理は、野宿をいたそうと思うなに。かしこまってそうろ。はい。情けなや旅の裏には宿はなし、この
人には成仏へすると聞くが、まことのことか、本当さまような。なんと、今日のこの方、ノリがええね。いつもの人と違うね、なんか。いつもの人してね。いつもの人と違う。動いてないんだけど。今日ノリがええね。いつもの人と違った。これの。今日気取ってない。あ、そう。諸事情には。頑張ってね。うん。頑張ってね。二号さん、あんた。2号さん、わしも2号さんって、うん、あ、俺も2号さん、私も2号さん、酒と女は2号まででしょ。そうです。あまり、はいはい、まあええじゃん、なんか酔ってたっけ、誰にも響いてなかったね、お姉ちゃんがなんか酔ってたっけ、うん、答えてあげて。まことなんじが言う通り、女は成仏せざらんもの、男の胸には8本の蓮華あり、女の胸には2匹の虫があり、その虫月に一度の悪水を下す、そのもの汚れによって捨てどころなく、天に捨てれば天人の嫌いあり、地に捨てれば地神の嫌いあり、山に捨てれば山人の咎めあり、水に捨てれば水人の咎めあり、ついには捨てどころなく南無法華経は八の巻、九万遍を読み開き、一社仏心二社梵天三社松方四社天神上羅五社即心安家の神と聞く。何での灰を変えてまいられそうだい。ちょっと待ってね。一度聞いた。一度聞いた。聞いとるよ。マジで見よったよ。一度聞いてないで。聞いとるって。つらいよ。ほんまかまってたんだね。一人でやってきたいや。一人でやってきたい。はい。ちょっと途中から言う、はいはいはい、さすがに最初から言ったらみんな、はいはいはい、行きましょう、はいはい、北新安家の神と聞く、うん、暗示の体を変えてまいられそうだい、北新の王仏の死を得させる、うん、
牛じゃなかった。あれ牛か。あ、口輪だから。口輪の牛。ありゃ全国大会で一等になった牛ですか。いや、上がり細ない。あ、細かそうやね。食べるところないもんね、あれだったらね。ねえ、出たやっぱり出た。だけ野宿やめよう言うたじゃないですか。言うたっけ。言うてないよね。ノリノリだったよね。王院さんはいつもこれだから。いつもこれだから。あ、いつも私のせいにされる。ありゃいけんな、はい、じゃあ野宿もできん。はい、あがな稲毛なもんがおっちゃね、うん、野宿もできませんよ。ほんまですよ。あ、できんできん。口輪の住人にね、話を聞いてな、ありゃなんか言うて。はい、多分牛じゃろうけど。はいはい、話を聞いてな。おいさん、もうちょっと声張っていいさ。聞こえとらん。うん、聞こえとらん。あ、すいません。謝られたらちょっと待って、おやりづらいでございます。これからの、はいはい、里人のところへ参っての、はい、稲毛なもんがおるけ、里の様子をの、はい、あんた、はい、聞いてまいれ。またわし。あんたが、はい、聞いてまいれ。かしこまって、そうろ。はい。アジャリ有形に使える合力と申す者にて候が、この口輪の歴史、そして、口輪のうちのですね、美味しい部位ですね、そこをお尋ねいたしたく、このところにたどり着いて候。口輪の美味しい部位よ。はい、部位、はい、あと歴史もいただけたらありがたいです。口輪というのは、はい、小原氏ではなかはい木場図、はあ、鷹野の南にあって、はい、君田の北にあって。ああ、そうですね、見たまんま。美味しい部位はサーロインステーキ。ああ、なるほど。トラもサーロインステーキ。ああ、なるほど。コーネも美味しいよ。コーネも美味しいですね。牛バラですね、コーネはね。コーネのね、はい、コーネを塩コショウかけて、はい、軽く炙って、はい、レモンをちょっと絞って。あ、なるほど、美味しいね。食べ方まで教えていただきます。ああ、美味しい。ああ、本院さんにちょっと伝えてあげて。ありがとうございます。いや、かしこまってそう。あら、まだ帰ってない。今日は本院さんが2号さんってやつ。本院さんがですね、前やりよっちゃった本院さんと若返った。若返った。さすが本院さん。本院さんやっぱ修行の賜物やね。そうなんですよ。あ、前の本院さんは、あの頭も本院さんだったんですよ。本院さん。今度のはちょっとね、アラブ系の。アラブ系の、今流行りや。はい、でも将来的には本院さんになってるんだろう。まあ、次の公演までには本院さんになってる。やっぱり修行重ねれやの、だんだんありがたい顔さんになってるけど。いや、だけど、まあ、どっちにしてもこの下りは、わしがだーって言って、それを剛力さんが本院さんとかに持ってきて持って帰ってわーっていう、このくだりもう説明したけもうせんでもええぐらいの話なんだけど、
なるほど。まあ、新しい方にさえですね、はい、ちょっと新しいこと、新しいこと来ますか、なろうって書いてる、怖かったんですよ、新しいこと、はい、ちょっと今からの、はい、ちょっと有形、はい、大西さんに伝えてもらって、大西さん、よろしくお願いします、はい、どうも横谷ボーイズでーす。いやー最近なうちのおかんがな横谷神楽団の団長の名前を忘れてしまうてな。え、お前横谷神楽団の団員やろ、団長の名前を忘れるってどういうことやねん。いやそうなんやけどな、いやどうも忘れてしまって、いやじゃあほじゃあ一緒に考えようか。じゃあその横谷神楽団の団長さんの特徴を言ってみてよ。いやー35歳で三好市青ヶ町に住んどって、なんとか衛生工業者いうところに勤めとる。そうか、その特徴は金子義和やな。その特徴は金子義和しかないやろ、もうそれしかないやろ。いや俺もそう思うてんやけどな、うちのおかんが言うにはめちゃくちゃイケメンやって言うんよ。そうか、じゃあ金子義和と違うか。金子義和はね、どっちか言うたらイケメン中よりかブサイクの部類だからね。あの金子義和が姫さんをやった時は化粧をなんぼしても鬼の顔にしかならんかったっていう逸話があるからね。それは金子義和とちゃうよ。どうや、じゃあ他の特徴はなかったか。いやー子供作るのがうまい、それ金子義和やね。金子義和はね若干20歳で結婚してすぐ子供ができたんやから、今日はこの裏にそのできた息子が裏方で出演してるんやから、ほら金子義和やわ。いや俺もそうや思うたんやけどな、うちのおかんが言うには足がめちゃくちゃ長いっていう、それ金子義和とちゃうやないか。金子義和はどちらかというと団の中でも足が短い部類に入る。日本で足が短い言うたらドラえもんか金子義和か言うぐらいや。結局お前何を思うとんや。いやうちのおかんが言うのはな、木村拓哉やないか、そんなわけないやろ。どうもありがとうございました。じゃあこれを言うて帰る。これは旦那ありがとうございます。また一旦帰るけど、はいはい、はいはい、ありがとうございます、はいはいはい、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 はは、いお帰り。して里人は何と申した。いやそれはですね、ああ、えらい手強い里人さんでございましてですね、ああ、私はあのクチュアの歴史と、はいはい、肉のあの美味しい部位を聞いたんですよ、うん、そしたらね、なんか一人で漫才やるほう、一人で漫才をやるよって、はい、聞こえました、宝井さんも。ちょっと聞こえた。聞こえたらもうええです。ちょっと聞きたいけどね、ちょっと聞きたいけどね。あの、ちょっと小さくてあんま聞こえんかったけどね、シート言うて聞かせて見てほしいね。ほんとあんま聞こえんかったね。本人を前にして、いやあのね、今日裏でずっとあのニヤ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 の里人さんしょっちゃったんですよ。ああ、漫才師の里人さんだったな。僕が金曜日も水曜日も練習行かんかった結構な、ね、バチが当たったんですかね。自分に帰ってくるけね、そういうのはね。どうも横谷ボーイズでーす。あのな、うちのおかんがな、うん、横谷神楽団の団長の名前を聞いてきたんだ。そしたらな、どうも横谷神楽団の団長は、うん、不摂生で衛生面がようなくて、どうやら団長になった言うて、それ金子義和やないかい。ほいでもな、足が長うてな、顔はイケメンで
それや金子義和じゃないじゃないかい。あらあら話でございました。雑な漫才なんとなく伝わったよ、はい、それを言うちゃった、はい、富田さん、はい、いっそ聞きたいことが聞けてないね。もうわしは心が痛い。心が痛いと金子義和さんが心が痛い。おい誰か酒持ってこい。飲んでですか。お前にはやっとられませんか。いやいや、でも大井さん、うん、あまり名護所叩くじゃのほうが怒られるけど、ね、よ。まあ結果ね、佐藤人さんに佐藤人に聞いたところでいっそわからんかったいうことよね。いや、もう一回聞いてみましょうかね。もう一回聞いてくれるの。うん、聞いてみましょう。あ、優しいじゃない、うん、ほんなら頼んでみようかな。うん、なれば剛力よ、はいはい、もう一度里人がところへ行ってまいれ。かしこまって候。はい。すでに12人を取り絶やせば金毛九尾白面の狐と現れたりに僧侶天抜きにては反則を、またもろこしにては陰の中央の妃となって今日本に飛び渡っては玉物前となって九州に入り込みしがけに深刻の恐ろしさ。神の御綱に閉ざされて行く先々でその変身を見破られ、この那須野ヶ原の黒塚に伏し隠れ往来に害をなしよる下に候。そのようは男とおらば女と変化、女とおらば男と変化、山伏とおらば合力と変化、合力とおらば山伏と変化、和尚とおらば小僧とも変化、小僧とおらば和尚とも変化、牛馬とおらば阿部ハエ八とも変化、またも変するようは昔に角の御通りの節分綾の別当過去の者何度にもいろいろ妨げをなして候。そのよし聞こえ、ついに天文に達しければ三七二十一日の間狐ご祈祷の上に浦之助上総介と申す弓引きの名人に勅命を報じ、おっつけこの腹の巻狩りをなさる下に候。さようご承知ご安心なされ候。あなた方は那智の東高坊あじゃり有形と申す山伏さんの使いの王力さんなれば、
南無法華経八の巻九万遍の経を唱え、わざわざ行列をもって祈り沈め、御頭になされと。神楽は先行くんでしょ。リズムよくポン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 って言うよ。うん、それは分かってる分かってる。じゃあ先帰りますよ。はいはい、はい、これはだんだんありがとうそう。はい、さようなら。はいはいはい、これはだんだんありがとうそう。あなたは元の社に戻り出されそう。かしこまってそう。はい、ooh!
か。
たる者は神皇七十七代後白河天皇に弓矢をはもって仕え立て祭る由良之助あったかずさのすけと申す弓引きの名人にて候さてもこの度万道は夏の野原において陰謀九尾の狐なる者あまた通行人を悩ましこのこと聞こえ天文に達しければ速やかに討ち取り帰れ音の勅命なればこれよりは万道は夏の野原を指し蘇我場やぞと思うなりあれば次々にお急ぎなされ候心得申して候はい I'm a monster.
女を名乗り、この国までも遠吠えし、に深刻の恐ろしさよ、神の密なりこなされて、先々の変化も見破られ、今これなる夏のが腹は黒塚へと逃れたり、なんじら我を助くるならば、この国の守り神となってくれん。それが命がある限り今回より、戦え。
あんな